685日路戦争後の沼津駅での撮影とされる6400型は、かつて日本国有鉄道の前身である鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍したテンダー式蒸気機関車である。1902年にアメリカのアメリカンロコモティブ社スケネクタディ工場、スケネクタディロコワークスで製造され、関節鉄道が輸入した旅客列車用蒸気機関車で、 30両が製造された。明治時代後期を代表する旅客列車用テンダー式蒸気機関車の一つである。形式図本形式は、車軸配置4から4から0で2気筒端式の飽和式旅客列車系飲用テンダー機関車である。6200系系列、ネルソンの造備として発注されたものであるが、スタイルはほぼ完全なアメリカ型である。これは、 入札を行う際に要求性能を満たす限りは、かなりメーカー側の裁量の効く使用書を示したためと思われる。設計においては、1897年に当時のスケネクタディ社が製造した D10 型をベースにしたと思われ、動輪直径を 1524mm に拡大したためその分、ボイラー中心高さを上げている。細かいところでは、外側軸受けで、 板台枠式の先台車、三軸固定式台車のテンダーなど、イギリススタイルを採用している部分もある。関節鉄道では、D12 型として主に、浜松機関庫に配属され、東海道線東部で、最大急行列車の牽引にも使用された。1909年の車両形式称号、規定制定時には、6400型に改められている。対象に入ると、 京阪新地区に移り、京都姫路間で使用されたが、ほどなく地方への転属が始まり、山宮線、鹿児島本線、北陸本線、山陰本線などで、小運転や入れ替え用に使用された。1930年から1931年にかけて全車が廃車解体され、上渡車、保存車はない。ありがとうございます。